これが清水光一の残したスクラップブックです。これ全体がうめき声に満ちてる。空知の月形町に住む清水東子さん79歳。ああ沖縄と題された古いスクラップブックを見せてくれました。この内容は内容ですからね、凄惨な場面がいっぱい出てくるものを人に読ませるっていうのがね、まあ、辛い話なんだけど。これは1964年当時アメリカの統治下にあった沖縄県を取材した記事です。書いたのは18年前に亡くなった東子さんの夫光一さんです。4月1日から267回12月28日まで連載する。新聞社の記者として一人沖縄を訪れました。その後9ヶ月にも及ぶ連載。なぜ遠く離れた沖縄を書き続けたのか。第二次世界大戦末期、1945年の沖縄戦、日本軍は連合国軍と戦い、犠牲者は20万人を超えました。日本兵の犠牲はおよそ9万4千人。このうち道内の出身は沖縄を除いても最も多く、1万人以上を占めました。予備役の、人たちが入ってきたら戦場に出すための訓練をして。戦時中、光一さんは日本陸軍第七師団に所属。訓練係として沖縄戦線に多くの教え子を送り出しました。しかし生きて帰ってきたのはわずか。死んだ人たち の、 鎮魂の思いですよね、それだけが彼の心を支配してたんじゃないかと思います。生き残った兵士を訪ね取材し、記事をまとめたああ沖縄。そこには目を背けたくなる悲惨な戦争の現実がありました。水は地面に溜まった雨水だが、戦死体の死臭と火薬の匂いがつき、油が浮いている。喉へ流し込むと口の中にザラザラとサンゴ礁の砂が残った。子供を抱きかかえた女がいる。私は子供を抱き上げようとして身をかがめた。プーンと刺繍がつく。両の目は穴になっており、頬は白骨が出ていた。記事の連載終了から60年、東子さんは初めて沖縄を訪れました。国令碑に本を出したという報告ですね。それから僕とも歩いたという戦績を少し歩いてみたい、ね。ありがとうございます。去年光一さんの命日にああ沖縄を出版。表紙の蝦夷の子リンゴは画家である東子さんが描きました。なぜ今出版に踏み切ったのでしょうか。まあ、もしかしたらその戦場のリアルを描いた世界でただ一つのものかもしれない。中東やウクライナで続く戦火、揺らぐ平和。東子さんは今こそああ沖縄を通して戦争の悲惨さを伝えるべきだと考えました。世界でその平和を願う人の共有財産になるものだっていう、そういうね、思いっていうのはね、もう非常に大きくなってきました。沖縄戦終焉の地、糸満市にある平和記念公園。ここの資料館にああ沖縄を寄贈しました。体験者がどんどんいなくなっている状況で、今後伝える手法っていうのは、証券に頼りさがない時期の戦争が起こしていけないなと、すごく感じる。同じ公園内にある戦没者の氏名が刻まれた平和の礎。ここである人の名前を探すのがこの旅の目的の一つでした。
田村さんだ、よかったね、これ、うん、沖縄にできる人だからね、うん、神原美智さん輸送部隊所属で沖縄で戦死した神原美智さん。ああ沖縄には一緒に戦った仲間の証言から死の直前の姿が残されていました。おとなしい人であったが前里付近で戦死した。砲弾しきりその中をくぐり野戦倉庫へ決死の覚悟で走った。皆さんのことを 本にしました。安らかにお眠りください。北海道の戦没者が眠る北嶺碑です。今遺族の人それから亡くなった方でその他にも北海道 の大地で眠る人たち、まあ、そういう人たちが私を歩かせてくれてるっていう気がします。沖縄から戻った東子さんが旅の報告で訪れたのは旭川市です。よろしくお願いします。連絡を取っている森実さつみさん99歳。輸送部隊に所属し沖縄で戦死した神原美智さんの妹です。ああ沖縄に書かれた兵士の親族でこうして今も交流ができるのはごくわずかです。それでこの本を今日は届けに参りました。あのね、三つじおじさんいるでしょ、お母さんのねお兄さんの三つじおじさんのことがちょっと載ってる本なんですって。あ、本当。沖縄で戦死した兄、同僚から聞いた最後の姿は、上からね飛行機に見つけたって言ってもう攻撃されましてね、そこで亡くなったんですよ。近くに、ね、穴掘ってね埋めたっちゃうんですよ。どこに埋めたんだかもう分かんないって言って。森実さんは今も兄の帰りを待っています。未だ戻らない遺骨、自分の髪を保存して DNA 鑑定の準備をしてその日を待ち続けます。マブリの丘から見ました。死のところにたくさん の亡くなった方が折り重なって打ち寄せられていたそうです。ああ沖縄の出版、そして沖縄訪問、東子さんの話を聞くために札幌で30人以上が集まりました。受け取った方が皆さんそれぞれにそれをいろんな形で活用してくださればということです。北海道と沖縄をつなぐ橋となった夫光一さんが書いたああ沖縄、平和への祈りを込め戦争の悲惨な記憶を未来に紡ぎます。それやっぱり思い出しますね、この墓の前でね。22年前に亡くなった父の墓前で手を合わせる浜田清隆さん64歳。ここに来ると思い出すのは父博さんからのある頼まれ事。戦友と再会する前夜、典型的なアイヌ民族への差別を気にしてのことでした。俺が小学生5年生ぐらいだったかな、背中の毛を剃ってくれと夜ね。俺もびっくりしましたよ。皆さんと一緒に風呂を入るのが毛深いから嫌だったんでしょうね。清隆さんの父浜田博さん、日高のビラトリ町で生まれたアイヌ民族です。1920年農家の長男として生まれました。いつもここに置いてますね、ここにね。札幌市内にある清隆さんの自宅です。
居間には広志さんの軍隊での遍歴や戦地での経験をまとめた年譜が飾られています。広志さんが亡くなる10年前に自ら10枚ほど作り、子供たちや親戚に配りました。父の苦労が記されているといいます。アイヌで生まれたけど苦労はしたけど俺頑張ったんだぞっていうな。ビラトリ町二部谷、アイヌ文化の拠点の一つです。町の中心部にある博物館では、広志さんの祖父貝沢シランベノさんの話が紹介されています。報酬がこの一個のお椀だったという逸話が残されています。その当時アイヌが漁場などで奴隷のように働かされていたというふうに伝えられています。博物館によりますと、シランベノさんが若い頃、道東の厚岸町で1年間働かされた報酬は杯一つ。生きて帰ってきただけでもマシだったかもしれないと展示しています。広志さんは生前取材に対しこう答えていました。本当にひどいもんだよ。シャモがいかにアイヌを騙して搾取したかが分かる証拠品だよな。広志さんは70歳になると地域の広報誌にも体験談を寄せます。1990年には私の生い立ちと題し寄稿しました。差別されない日はなかったと記し、1936年に獣医になろうと転校した空知農業学校、今の岩見沢農業高校での出来事を綴っています。いわれのない疑いでした。清高さんが二部谷の実家で広報誌を見せてくれました。そのあたり何か言われていること、そこに行った時に頑張って満点を取ったと、だからアイヌのお前に満点なんか取れるわけがないと、誰かをのカンニングをしたんだべと、そういうことを言われて。広志さんは胸を患い休学、二部谷に戻ります。その時召集令状、いわゆる赤紙が届きます。今から83年前、広志さんが20歳の時でした。当時の日本は国家総動員体制、広志さんもお国のためにと出征しました。天の陛下のために頑張るんだ俺はみたいな感じだったんじゃないでしょうか。これで俺も日本人になるのかなと、そういうのはあったんじゃないですか。あの時のそういう親父たち、アイヌの人たちはみんなそうなんじゃないですか。広志さんは1941年1月二部谷を出発、大阪からおよそ2000人がすし詰めになった船で海を渡り満州へ、馬車を使った輸送部隊に入りました。そこで待ち受けていたのはまた差別。入隊当日200人の新兵が並ぶ中、一人前に立たされ上官に罵倒されます。日本語わかるか、文字読めるか、生肉食ってたんだろう、熊の肉はないが豚の肉はある。まるで見せ物扱いでした。俺は野獣かと広報誌に当時の怒りを書き残しています。やっぱりここに来ても差別はあるんだなっていうようなことでしょうね。年譜には広志さんが軍曹になったことも記されています。二等兵から5階級の昇進でした。ただ日本軍は敗れ、広志さんはおよそ50日間満州の荒野をさまよい、旧ソ連軍に捕まります。旧ソ連軍の戦車の地響きを聞いた時、もう殺されると降伏したそうです。行き着いたのはおよそ4100キロ離れた今のカザフスタンの収容所でした。広志さんは清高さんに当時の凄惨な状況を語っていました。引き上げ列車がやられた、何人死亡し何人生きて帰れたのか、そして捕虜、
筆舌に尽くせない苦労の連続、これはラーゲリの話なんですけど、その後さまざまな施設を転々としましたが、得意の馬の世話で旧ソ連軍に気に入られ生き残りました。帰国は終戦から3年後の12月でした。やっぱりアイヌだった私がこんだけな思いしたんだよって、自分で作って家族に渡すぐらいですから、苦労したよってことはよく言っておりました。自らの苦労を年譜という形で家族に託した博さん、伝えたかったのは差別と戦争のむごたらしさでした。82歳で亡くなってから20年余り、その遺志は今も清高さんの胸に刻まれています。道内出身のお笑いコンビアップダウン、漫才やコントで笑いを届ける2人、時に戦争もテーマに。防空壕でこう上で隠れて身を潜めていたらもうドッカーン大爆笑。違う戦争の悲惨さを伝えつつ笑いを交える大胆な手法が彼らの特徴です。ピカッという青白い光がして瞬きをした瞬間、その光は爆風となって悟る少年を襲いました。原爆すらもテーマに、戦争をお笑いに、舞台で彼らが戦争を語るのにはある思いがあります。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。公民館でネタ合わせをするのはお笑いコンビアップダウンです。いつもではないですけど、やるときはやるし、自宅でやるときもあるし。ボケを担当する道南森町出身の竹森匠さん。ネタ合わせ自体は2人でできちゃうんで、もう飛行機の中でもやることありますし、音響とか合わせるとことかあるときはこうやって借りたりとかして稽古したりっていう。ツッコミは札幌出身の阿部博樹さんです。札幌月寒高校の同級生で、結成から今年で28年、11日後十勝の幕別町での公演を控えていました。ではいらっしゃいますが、エアロスミスに聞こえるコンビニの店員、エアロスミス、エアロスミス。大爆笑ということで。いや大爆笑、よかった。数年前から舞台で戦争をテーマにした芝居を始めました。これを見た長崎の被爆2世の団体が、原爆をテーマにした漫才を作ってほしいと依頼。被爆者の体験を聞き取り生まれたのが原爆体験伝承漫才です。おそらく皆さんもどうやってやんのって多分思われると思うんで、そこのバランスは本当に考えましたよね。要は茶化す笑いじゃないんで、そうよくバカにしてると取られるんですよね。でも我々はそうじゃなくて、メッセージを届けるために笑いというものを使ってるっていうだけなんで、この時代にも笑いはあったし、一生懸命生きてるから笑ってたんだろうしっていうのを知ってもらいたいなと思って、そうなるとなんか、あ、笑いあってもいいんじゃないかな、戦争っていう舞台に取り組んでもいいんじゃないかなって思えたんですよね。十勝の幕別町、地元の依頼を受け原爆の漫才を披露します。今回は原爆をテーマにした世界初の漫才を披露しようと思っております。漫才ですからね、笑いどころでは楽しんでいただければと思いますんで、ね、笑いどころがあるかどうかも分かります、ね、だいぶ防空壕でこう上で隠れて身を潜めていたらもうドッカーン大爆笑。違う空襲の中ですよ、防空壕飛び出して、うん、ドブロクのところまで行く
だけのドブロクを飲み出すわけですよ。エスプレッソ。笑いに包まれる会場、そして原爆の話に。景色は一変していました。その何者も残っていないのを見て、僕は初めて母や姉、家族を思い出したのです。自分の怪我に心を奪われ、自分が死ぬんじゃないかという不安が先に立ち、家族のことを忘れていたんです。当時を生きた人たちが見た景色、感じたぬくもり、そして悲惨さの中にもあった笑い、その光景が目の前に浮かび上がります。今の時代にあった、まあ、戦争のことですとか平和のことをこう伝えてくださって、すごく勉強にもなりましたし、あの子供にとってもいい機会になったのかなと思いました。戦争体験もしてない年代なのにかかわらず、それ大前にしたすごいいい試みだと思います。お客さんの空気がめちゃくちゃ良くて、でちゃんとメッセージも受け取ってもらえたなっていう空気が伝わりました。今のね、我々と同じような目線だと思うんですよ。背けないでこうちゃんとそれを知って、じゃあ次そうならないためにどうするかっていうことをみんなでこれから考えていけたらなというふうに。悲劇は二度と繰り返さない、笑いと戦争の語り部は次の世代に向け歴史を引き継ぎます。